し、なんなんな、はい、どうもー。 T、 どうしたいの？どっか行きたい？ここにいたい？どっち？どっち？はい、今日は何ですか？今日はですね、スーパーライジン3の、斉藤豊選手対久保優太選手のおお、面白いとこ行くね。展開予想をちょっとやっていきたい展と思開い予ます。想。前回朝倉選手と平本選手のほう動画ほうをほうほう、好評だったじゃない。言われてたよ、1番目か2番目ぐらいに予想とか動画でいいって、質問者もいいみたいな。スーパー有能とかさ、俺は喋ってるの俺だからね。俺の評価は大前提としてのってことだもんね。ねえ、ってちょっと舐めすぎじゃない、手なんだと思ったら、俺のチュッパチャップスだと思ったら、俺の手と。何試合目だったっけ？セミの前扇久保さんと新宮君は？がその前です。そんな試合がそこの位置に来てるんだ。へえ、なんでだろう。やっぱりこうライジンで初代のチャンピオンだったっていうのもあると思うんで、あ、そっかそっか、初代チャンピオンだもんね。試合のちょっと予想していただけたらなと思ないまるす。今回久保選手は前回の高橋選手との試合をいい勝ち方したのかほど。まあなそうと。だね、まあ、経験値的には全然、目々の経験は高橋遼吾選手のある中でほぼ完封って言ってもいいんじゃないかっていうぐらいの。まあでもあれ、ストライカー対ストライカーの試合だったからね。まあオールラウンダーっていうわけではなかったし、実績が上野選手には勝ったかなっていう印象だよね。逆に斉藤隆選手は大晦日の試合でクレバレ選手に一本負け、なるほど、ポペラね。そこの両者が今回試合をするということで、どういう試合展開になっていくか。まあ普通に考えれば、斉藤豊選手が1本なり KO なりしなきゃいけないっていうぐらいの実績の差はあるよね。だって ライジン の初代フェザー級チャンピオンで、シュートもチャンピオンになってるし、対する久保選手は6戦目とか。じゃあもう圧倒して勝たなきゃいけないような戦績差、実績差っていうのはあるわね。まあちょっとはタイプは違うかもしれないけど、朝倉未来選手対平本蓮の試合と被る部分はあるよね。まあ言ったら、朝倉未来選手と斉藤豊選手がやること多分似てくると思うし、平本君と久保選手っていうのはやることがまあ似てるのかなとは思うよね。まあ、一つ違うのは、久保優太選手が9割ぐらいテイクダウンディフェンスに意識を置いたとしても、スタンドで同等かそれ以上の勝負はできるんじゃないかなって思うところ。多分平本君が90%ぐらいテイクダウンディフェンスに置いてしまったら、朝倉未来選手と同等かそれ以下になってしまうと思うんだよ、そのスタンドの攻防がね。まあ別にどっちが勝つどっちが負けるかは言わないけどね、俺は。そんなのはもうだって得意の運もあるからね、そりゃ。まあ、斉藤豊選手って多分テイクダウンしたい。打撃を散らしながらテイクダウンをしに行く。で、まあ、決められはしないんだけど、まあ、俺の印象、30戦以上やってる中で多分、一本勝ちのフィニッシュ、1個か2個しかないイメージよ。KO とかも多分5、6個ぐらいで、フィニッシュ率30%以下ぐらいの選手だね。で、判定で5分3ラウンドで勝つみたいなイメージ。だから、まあ、テイクダウンしてコントロールして、いいポジション取って、相手削って勝つみたいな選手じゃん、基本的なスタイルとしてはね。で、対する久保選手は多分組の展開とか自分からテイクダウンする展開っていうのを作る必要がないし、まあ、そこで勝負する必要がないから、自分の得意なところで、まあ、打撃をしっかり当ててテイクダウンを警戒しながらスタンドで戦って勝つっていうのが久保優太選手の勝ち筋なんですね。斉藤選手のテイクダウンが鍵になってくるかなとは思うんですうん、けまあど。そうだと思う。そうだと思うけども、朝倉未来選手対平本蓮君の試合を出すと、あの時は選択肢は朝倉未来選手にあるって言ったけど、斉藤豊選手と久保選手がスタンドだけで勝負するっていうのは考えにくいと思う。っていうのは、斉藤豊選手と久保優太選手の打撃だけのスキルって、あの2人よりも多分差があるから、そこでの勝負っていうのは絶対しないと思うから、あくまでテイクダウンをするための打撃、タックルを警戒させないための打撃っていう、まあ、打撃は出すだろうけど、まあ、打撃でフィニッシュしよう、打撃で展開作ろうっていうのはあんまりないのかなと思うよね、俺は。あくまでも勝つためだったら、見せるのはなしとして、勝つためだけのことを考えたら、
そこで勝負するべきではないと俺は思ってる。そこでの勝負の時間が長ければ長いほど久保優太選手が有利になると思う俺は。まあ、斉藤選手のこのタックルの流れっていうのは、うん、動きながらタックルというか、まあ、打撃からの流れ。確かにタックルの軌道って一回低くなったから入ってるんだよね。なんであのタックル折れた取れんのか分かんない。タックルってできるだけスタンドのところから頭の位置をずらさないで入るのがベストなんだよ、うん、俺はそう思うのね、うん、なんでみんな MMA のタックルやろうと思ったらこういくのかな。こうでもいろんなパターンがあると思う。斉藤豊選手っていろんなテイクダウンパターン持ってると思うから、うんうん、ただその、まあ、飛び込んで入っていくタックル以外にも相手に打撃打たせてカウンターでタックル入る。ほら平本くんの時だってさ、平本くんがずっと待ち待ち待ちだったでしょ。飛び込んできたところをカウンターしたいっていう思惑だったじゃん。だけど斉藤豊選手がこのカウンターを打たせない距離を絶妙に保ってて、平本くんが、ね、しびれを切らして打ってきたところにカウンターで入ったりみたいなことをしてたじゃん。そこだよね。でもそのテイクダウンもそうだけど、斉藤豊選手の場合はあの相手に打たせて入るっていうのも手かもしれないね。平本さんはちょっとテイクダウンに苦戦してたイメージはあるんですけど、うん、まあ、今回リングっていうこともあるし、多分あの試合って俺一回見直したんだけど、あえてテイクダウンしに行かなくてもいいやって斉藤豊選手が思ってる試合だったのきっと。あの壁につけてんのと床につけてんの、マットの下につけてんの何が違うって思ってるぐらいの試合だったのかなって思った。だから別にテイクダウン取れてなかったっていう印象はなかったかな。あえて別にテイクダウンしに行かなかった、背中つけさせに行かなくてもいいやっていうふうに思ってる試合だったのかなと思ったよ、うん、じゃあ今回リングだからなおさら、まあ、テイクダウンを取れるんじゃないかなっていう感じですか、うん、でも俺が一個思うのは、俺が久保選手だったらね、テイクダウンディフェンスにほぼ 100% と言わないけど 90% ぐらい置くと思う、意識を 90% ぐらい置いて戦うと思う。それでも打撃で互角以上の勝負はできるスキルの差はあると思う俺。 MMA においてのでもスタンドだけのシンプルな実力差っていうのは、久保優太選手がテイクダウンディフェンスに9割ぐらい振ったとしても、意識をね置いたとしても互角かそれ以上の勝負ができる実力差があると思ってるから、俺は久保選手だったら 90% ぐらいテイクダウンディフェンスに重きを置いて戦うから、テイクダウンされないようにされないように。だってテイクダウンされなかったら負けないもん、絶対に。スタンドだけで戦ってたら負けない。久保選手のスクランブルの展開っていうのをあんまり見たことがなくて、うん、ないね、見たことないね。こう四つの展開とかも今回、まあ、おそらくなってくる場面はあるのかな。まあ、ありそう。テイクダウンしに行く、そのままちょっと対応される、で壁に押し付けて四つの攻防とかあったじゃない、よく、うん、あると思う。だけど首相撲結構できるよね、久保選手って。今ね、多分斉藤豊選手とやるにあたってテイクダウンしてくるのは当たり前、してくるだろうっていうのを想定 した中で、まずその距離に入れさせないっていう練習をしてて、入ってきた時にどういいとこを組ませないかって練習をしてると思うんで、近い距離で肘打ったり首相撲で自分がいいとこを取るっていうのも当たり前だけど、相手にいいとこを取らせないっていう練習を徹底的にしてると思うんで、だそれだけで十分だもん、勝つために。スタンドの打撃のスキルはだって圧倒的に、どう頑張っても負けることないんだから、まあ、久保選手と3年前に試合してると思うんですけど、うん、太田選手も怪我を開けて、俺2戦目、所さんとの試合の怪我が治って1ヶ月後ぐらいだったもんね。練習しないでやったみたいな感じだからな、あれもな、まあ、うちが階級を合わせての試合だったと思うんですけど、うんうん、その中でも久保選手の格闘家としてのフィジカルとか強さみたいなものっていうのはどう感じました？あんまり何も感じてない。なんか俺もテイクダウンしてそのまま殴っておけば終わるだろうと思ってたし、今みたいにフィニッシュを狙いに行くような姿勢ではなかったし、あの決める技がなかったからね。向こうはガードでこうグッて完全にあの足ロックして、もうクローズドガードっていうポジションね、俺はそこを相手のガードを解除する必要がないと思ってたから、パスする必要がないと思ってたから、ずっとマウンドで当てとけば、まあ、このままテイクダウンしてこれ続けてれば負けないと思ってたから、別に何も感じなかったかな。でもさすがにその時の太田忍と久保優太の打撃の差の方があるよ、今回の斉藤豊選手と久保選手の打撃の差に比べたら。だけどあの時は太田忍のテイクダウン能力が圧倒的に強かったから、久保選手の圧倒的な
打撃を発揮する前に俺がテイクダウンしてしまったから。あと久保選手ってこう賢さ、クレバーさみたいなところが注目されてる選手だと思うんですけど、うん、過去の試合ではそういう賢さみたいな部分ってどう感じましたか？あ、でもなんか俺もコツコツだったけど、しっかりなんかダメージためないようにデコデコ当ててきたりっていうのはあったかな。こういう顎とかさ、テンプルとか、なんか俺はそこを狙って殴ってるけど、ちょっとずつこうやってずらされてた感じはあったから。じゃあ、まあ、3年経ってるので、そういうもっと細かいところも技術的には上がってるのかなっていう印象ありますよね。まあ、あとブレイブでやってるってのもあるし、ファイターズフロー上田さんの ところにいて細かい技術を教わってるっていうのも、まあ、SNS 通してだけど見てるから、まあ、そういうところを踏まえると、まあその時とは全く違う選手になってるだろうし、なってなきゃおかしいよね。だってもう MMA4 連勝ぐらいしてるんじゃない。で高橋亮吾選手に勝ってるわけだし、しっかり久保選手が斉藤選手の打撃とか飛び膝とかで効かされる可能性っていうのはほとんどないっていう感じですか？え、なくはないんじゃない。それは何があるか分かんないからね。まあ確かにそのタックルを警戒、タックルを警戒、タックルを警戒をしてれば、そのタックルのフェイントからのオーバーハンドとか、下見せてのハイとか、下見せての飛び膝とかいうのを食らわなくはないよね。だからそこを多分斉藤豊選手も準備してると思う。タックル見せて、タックル見せて、タックル見せて、上、タックル見せて、見せてっていう、タックルをするための打撃を準備してるし、打撃をしてタックルをいったとこ、相手が反応したとこの打撃っていうのも準備してると思うから、それは十分に被弾する可能性もあるし、まあそこを当てたいなと思ってると思うよ、斉藤豊選手も。そしたらまたタックルが生きてくるからね、うん、でも KO はないんじゃない。この試合斉藤豊選手は KO しようと思ってないんじゃない。そういう打撃を用意してるかもしれないけど、それでフィニッシュっていうか、それでポイントを稼いだり相手に意識をさせたり、結果多分5分3ラウンド判定で勝つ組み立てをしてくると思うよ。俺は今までライジン出てからしかあんま試合で見てないけど、ライジンに出てからは、まあ、どういう風に作戦を組んでプランを組んでこの人試合してんのかなと思って考えてみた時に、フィニッシュを狙ってフィニッシュをプランの中に入れてるなっていう風な印象は全くないから、5分の3ラウンドをしっかり戦おうっていうプランを準備してきてるだろうなって俺は思って見てるから。斉藤選手も今回タイに修行に行かれてたりとか、経験値もすごい豊富な選手だと思うので。そうだね。簡単に負けるっていうのはちょっと想像できない。え、負けると思ってんの？思ってないんです。どっちが勝つと思ってんの？私はでも斉藤選手の試合、うん、一番現地観戦してるんじゃないかなって思うぐらい。あ、すごい印象に残ってる試合が多いんですよね。もう俺が出てない試合でも見に行ったこともあるもんね。ピアーギーナとかの牛久とやった時とかもね。あの時すごい感情移入してすごい応援してたので。そうなんだ。え、ユタカーとか言って隣で。あ、言ってた。応援はしてるんですよね、今回の試合。うんうんうん、あ、そうなんだ。まあ、俺はでも K1 グローリーのチャンピオンになった圧倒的な打撃に MMA の対応力がついて、実際4連勝してる久保優太っていう選手って結構勢いもあるし、 MMA の経験は少ないにしろ、そのプロでの経験っていうのは結構多い選手だから、その中で多分自分が MMA できるって判断してやってる選手だから、あの離れっていう部分ではそんな大差ないかなと思うんだけど俺、うんうんうん、MMA の経験値はそりゃ斉藤豊選手があるけど、圧倒的なバックボーンがある選手ね。そこに MMA の経験値がついて、まあ、ある程度の対応力がついた久保優太選手って俺強いかなと思うんだけど、うん、UFC であのペレイラだよね、あのグローギーのチャンピオン、 MMA 転向して7戦目ぐらいでベルト2つ持ってる重量級の選手がいるんだよ。みたいに投げるポテンシャルを持ってる選手だよね。あ、ルーじゃないよ、ごめん、なる、ルーじゃない、ごめんね、ごめんごめんごめん、ルーじゃなる、はい、ね、なる可能性があるよね。ミルコクロコップとかさ、テイクダウンさせなかったらまあ強いよねっていう。だからなんか圧倒的なさ強みがある選手がさ、そこをさ発揮したらさ、どんな選手でも勝つんじゃねっていうさ、あれはあるよね。まあ平本選手もそうだしねと思うよ俺は。じゃあ次、扇久保選手対、おお、まだそっちもやるんだ、新龍誠選手。まあ、それはどっちがトイレをきれいにできるか。
どっちがトイレの掃除を一生懸命やったか、そこで差が出ると思います。やっぱり大木久保選手のトイレ掃除っていうのはすごい上手なんですか？いや俺は見たことないけどね。もう大木久保さんがもう俺が入った時でも一番上だから、大木久保さんが入った時は杉原さんがそりゃ多分トイレ掃除しろって言ってトイレ掃除をこうやった時もあっただろうし。じゃあ今大木久保選手は一番掃除がうまいっていう認識ではあってますか？うまい？そんなお掃除革命みたいなあれある？上手かどうか分かんないよ。率先してやってるってだけ。その雑巾がけとかみんなこうやって拭いてるところを大木久保さんはこうやってさーっとなんか分かる、こういう拭き方をしたりしてるから。あ、なるほど。でも未だにやっぱ、まあ、まあ伝統なのか分かんないけど、大木久保さんは36歳とか7歳とかでしょ。それなのに終わった後にみんなと一緒に掃除するからね。だから前に分かんないよ。だってうちと一緒でほらトイレ掃除は未だにこうやって家でもやってるかもしれない。担当で。でも新宮君は多分やってないと思う、トイレ掃除は今。まあ一人暮らしだったらねされてると思うんですけど、まあでも、まあ、もしかしたらトラウマになっちゃったかもしれないです、トイレ掃除が。ちなみに太田選手はトイレ掃除しろって言われたこととかはあるんですか？ジムで、はい、俺別にしろって言わなくてもやってる。お風呂とかも自分でこうあシャワー入ってさ、ちょっと汚れてんなと思ったらこうやって。別に人に言われてやるようなことじゃないと思うし、掃除って当たり前に気になったらやればいいと思ってるし。じゃあここの試合も注目ということで。そうだね。何、ただトイレの下り使いたかっただけでしょこれ。てかさ、ソヤ君のベアナックルファイトの予想はしなくていいの？ドットソンとだってチャンピオンとやるんだよ。ベアナックルファイトっていうこの拳だけで、バンテージもここに巻かない、拳のこの拳頭は隠さないでやるんだよ試合。なんであんまりさ言わない、誰も予想とかさ動画出さない？いや皆さん動画出されてますよ。嘘、出してる？はい、ソヤ選手の動画も。あれ自分で出してるだけやろ？自分で誰が俺チャンピオンってやるのになんでみんな動画出さないんだみたいなやつをやだねやってたでしょ。野本選手もまた次戦に向けて、まあそもうそろそろやんないとね。もうね、目の手術終わって練習できるようになってきたから、まあ、去年に続いて今年も4試合させてくださいって榊原社長に言ってきたので。言ってたけど、このままのペースだってやるでしょどう考えたって。あ、動画このあれが出てるか出てないか分かんないけど、俺そのスーパーライジン3のなんか直前のイベントみたいなやつがあるんだけど、なんかサブアギーナとかであるのかな分かんないけど、それに出るんで皆さん来てください。スーパーライジン楽しみにしてください。それでは皆さん次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。